グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。日本代表の MF、久保建英は、来季もレアルマドドで、プレーしないかもしれない。スペイン、ルカが、現地時間3日に伝えた。今シーズンの、旧、建英はダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月分、お試し実施中。レアルマドリードは先日、カロ・アンチェロッティ監督の招聘を発表、だ。指揮官の交代に伴い、チームの編成が変化していく見通しだ。2020-21 シーズンはレンタルで修行を出た久保について同氏は、新たな学習プロセの継続と、再びレアルマドリードを離れる予想。ただし、より生産的なものになることを待ちしているとし、よりコンスタントに出られ、環境へ行くのではないかとした。マルカは、レ・ルマドリード全体として、大きな変化はな、と予想。パリ・サンジェルマンの FW キリアン・バッペが、唯一のターゲットになると見てい、その他ではレンタルでレアル・マドリーを離れていた FW ガレス・ベールの復帰や、MFA でアザールや MF、イスコにも期待。アンチェロ・イ監督が、今のところ彼らに手を差し伸べてるとし、現時点でチームの構想に含まれていと伝えた。両。